G 型家は、富山県中新川郡立山城と長野県大町市にまたがる、日田三脈後ろ立山連峰南部の標高2670メートルの山。三名は、長野県側では、G 型家と、頭高型アクセントで発音される。また津賀山、津賀谷の峰、小立山、五十六ヶ岳、ジ岳、ジー岳の別称を持つ。北方、本邦 南方の三方からなり、女性的な産業である。南下してきた稜線は、ここで西に向きを変えている。南方と本方の間の白沢の上部には、春に種まきをする老屋の雪形が見られ、濃厚の目安に利用されてきた。この雪形が、山名の由来である。中部山岳国立公園内にあり、山頂部が、その特別保護地区、東山腹の一部地域が、 その特別地域と普通地域に指定されている。さらに、日本三百名山、新日本百名山、花の百名山の一つに選定されている。白沢天皇根の南東山腹には、g 型スキー場がある。山体は、約160万年前に発生した噴火による、溶血業海岸などで構成される。南方の西側には三本の線上落ちがあり、多重稜線となっている。 その周辺には、種池と呼ばれる地頭があり、黒山椒魚や、ルリボシアンマなどが生息する。山頂部は、森林限界の鉱山体であり、ハイマツやウサギギク、カライトソウ、コバイケイソウ、コマクサ、トウヤクリンドウ、林チングルマ、ミヤマリンドウなどの鉱山植物が自生している。中腹のアコウ山体にはコメツが、オオシラビソ、クロベなどの新葉樹や、 岳乾杯、藩の木などの落葉紅葉樹が分布している。日本カモシカ、本土狐、本土天、岩ひばり、星ガラス、雷鳥、コマドリ、宮キチョ町などが生息している。ジーガ岳本邦から望む南方、富山県側の牧道がある。大木沢駅からの柏原新道と、赤岩尾根からの登山道の2ルートがある。後ろ立山連峰重曹時に登頂されることもある。 本方と南方の牧道が重走路の富山県側にある。積雪期には東尾根が利用されることがある。白沢天後根と大木沢にかつてあった登山道は廃道となった。柏原新道は周辺の種池山荘の運営管理をしていた開拓者の柏原正康にちなんだものである。1964年頃から3年ほど柏原が測量ルートの選定がなされ、 大町市当局から建設業者に発注された工事であったが3年間で1500メートルほどの山道が付けられた程度だった。柏原はこれに豪を逃して自らの手で残りの4800メートルの部分を含め1年間で大木沢から種池山荘までのルートを完成させた。池田町立高瀬中学校では学校登山が行われている。両線の安部などの登山道には 山小屋とキャンプ指定地がある。登山シーズン中の一部期間に友人の営業を行っている。最寄りの山小屋は種池山荘と霊地山荘で、登山口周辺の大木沢駅には一般の宿泊施設がある。積雪量の多い地域であり、営業期間外には閉鎖される。霊地山荘、編集霊地山荘は、1929年に平村営霊地小屋として開業した。 1931年に管理人であった新い思もを守ら二人が山中で滑落死する遭難事故が起き、翌年の秋には次の管理人であった吉田浦一郎も岩場で転落死した。その後柏原長寿が村からの委託を受けて借入れ制度の元小屋の管理、運営を始めた。当時の小屋の賃料は年間130円だったとする説がある。1943年に 柏原長寿が村から小屋を買い取った。小屋での水は当初天水を利用していたが、1960年頃から設置された発電機により、富山県側の某小屋沢の水源から水をポンプアップする給水設備が導入された。1955年から1965年に登山者が増加し、鹿島マやり方家に登場する登山者で小屋が賑わい、 収容しきれない客を小屋先にテントを設置して対応していた。1963年に北アルプスの山小屋で初めてヘリコプターによる資材の運搬が行われ、2階建ての本館が建造された。1967年に鉄筋コンクリート構造の厨房の建物が併設され、霊地小屋から霊地山荘に改名された。1976年に 鉄骨構,構造の2階建ての新館が建造された。1979年に夏山診療所が開設された。7月中旬から8月中旬にかけて、千葉大学医学部により運営が行われている。種池山荘、編集岩小屋、沢武氏とジーガ武との暗部にある、種池山荘と立山連峰の別山1919 19年に、当時の平村により、2軒9尺の石室の 種池小屋が建造された。柏原長寿が村からの委託を受けて小屋の管理を行っていた。1930年に木造小屋に建て替えられたが、この年の冬に積雪のため倒壊した。その後も積雪により小屋が押しつぶされることが何度もあり、登山シーズン後に小屋を解体し次の年の開業時に組み立てる方式とした時期もあった。1940年8月12日に、 国の宮や飛行一行が、白馬岳から、蓮華岳の重装寺、鹿島槍ヶ岳に登頂した後に、種池山荘に宿泊した。1943年に、柏原長寿が村から小屋を買い取り、戦後は、娘婿の柏原正康が、小屋の管理を行った。1959年に、伊勢湾台風により屋根が吹き飛ばされるほぼ全壊の、被害を受け、 翌年木造2階建ての旧館が再建された。1968年に1階が鉄筋コンクリート構造、2から3階が鉄骨構造の頑丈な小屋に建て替えられ、種池小屋から種池山荘に改名された。1971年に当時の林野町の要請を受けて、柏原正康が岩小屋、沢武となる沢岳との安部に新古市山荘を建造した。 1994年旧館が全面改築された。鹿島槍ヶ岳から布引山を経て、地ヶが岳へと伸びる稜線。この山で西側に約90度向きを変える。中央作用の槍ヶ岳と穂高岳へと飛田山脈の稜線が連なる飛田山脈北部の後ろ立山連峰の南部に位置し、鹿島槍ヶ岳方面の北側から南北に連なる稜線はこの山で西側に、 約90度向きを海岩小屋沢だけへと連なる。北方の少し北側から、新州方面に赤岩尾根が伸び、北方からは霊尾根、本方からは南東に、尾根が伸び東尾根と白沢天狗尾根に分岐する。南方からは南尾根が伸びる。北側の布引山との安部には霊地、西側の岩小屋、沢武との安部には種池のごく小さな池がある。 後ろ立山連峰の西側には、黒部川を挟んで、木岳や立山などの立山連峰が退治し、両者は南側へ両線が伸び、三つまた連盟だけで合流する。以下が源流となる河川で、日本海へ流れる。南山6の加川佐岸沿いに、長野県道45号大木沢大町線が通り、立山黒部アルペンルートの関連トンネルとロリーバス。 大木沢駅の北東 4.2km に位置する。ありがとうございます。